はい皆さんこんにちは歴戦、えー、人講師の森山ですいよいよ試験前日になりましたあ皆さん中にはもう不安でしょうがないという方もいるでしょうしもう試験やってこいという方もいるでしょう、えー、そのような方に向かってお話をしていきたいというふうに思いますね でまあ、今日ですね試験前日ではありますがあ、まあ、不安で眠れないようなんて方もいると思います。で、まず一つ言いたいのは、まあ、多くの方はそうだということです。で、こんだけ一生懸命やってきて明日が人生を分ける試験だと言ったならばもうやすやすとこ眠ってられるということもあまりありません。ですから眠れなくて普通だよということをまずは命じていただければというふうに思います。 で眠れない時にどうすればいいかということではありますがああじゃあもう一夜漬けでも勉強しようというのはやめていただいて少しでもこう休んでいただければいいかなというふうに思います、えー、眠れなくてもベッドに入って横になってですね、えー、目をつぶっていれば少しは休めます、えー、そんな形で少しでもこう体を休めていただいて体と頭を休めていただいて、えー、本試験会場に乗り込んでいただければいいかなというふうに思いますねで 当日、眠気なんてすっ飛びますからもう人生をかける試験ですからどうしてもこう緊張感、逆にですねそれになりますのでもう眠気なんてすっ飛びます、もう多くの方はそんな状態で乗り込みますからぜひそこは安心してください、まあ、逆にそうすると少し眠れるかなという,ふうには思いますね。 で前日のうちに準備してください、えー、当日の朝ですね準備をしよう、えー、当日の準備をしようというと忘れ物しますからもう前日のうちにカバンに必要なものを詰めていただいて、えー、準備だけはあ今日のうちにしておいてくださいでまずもちろん鉛筆消しゴムですよねこういったものは必ず忘れないようにそれから記述式の問題もありますからあーボールペン でそれから記述式の問題文でえ蛍光ペンでチェックする方は蛍光ペン、えこれをすべて筆箱にしまっていただいてえもうカバンにしまってください。それから受験票ですね、これだけは忘れてはいけませんから受験票もカバンに今日のうちにしまう。 えー、今日なんか壁に飾っといてですね、えー、明日しまうってことになると忘れてしまう方もいます一番重要なものではありますがあこれ忘れる方結構いますので忘れないようにしてくださいでよくですね前日までこう貼ってこう盛りや気持ちを盛り上げようって方もいますがもう今日のうちに、えー、必ずカバンの方にしまってくださいでこの受験票ですねそれでも忘れちゃったという時のためにお話をしますが当日取り替えらないでくださいね取り替えてしまうと受験票ですね取り替えてしまうと 遅刻をしてしまいまますで遅刻をしてしてったら絶対受験できませんからあ受験票を忘れたら必ずこう試験官に言ってください忘れてしまったとそれで無効で処理をしてくださいねとにかく、えー、忘れたことに気づいたからといって取り返らないとああいうことが重要になりますあとはお金があればあどうにかなる面も多いです例えば鉛筆を忘れてもコンビニで買えばいいわけですからあーこのです、ね、お金だけは必ず今のうちに用意してください。 よろしいでしょうかあともう一つですね、えー、忘れやすいものが羽織るものですね当日寒かったり 暑かったりしますそうすると、えー、暑かったら脱ぐ、えー、寒かったら着るということをできるように何かこう羽織るものですね一つ持っていってくださいで頭をこう通さないでもこう羽織れるようなものがいいと思いますから前が空いているようなカーディガンとかあそのようなものを一つ持参をしてください、えー、どうしても当日エアコンがきついということもあるでそういう時にですね、えー、なかなかこう寒いと集中できませんからもうほっとこう羽織れるようにですね一つ羽織るものを持ってください。 でそれから今、鉛筆消しゴム言いましたが、鉛筆なんかあ消しゴムなんか3つぐらい持っていくといいですね。で落としてもですねそれは無視してもう次の消しゴムがあるとえ、こんな風にした方がいいですよ。えー、どうしても、えー、すみません、えー、消しゴム取ってくださいとか言ってるとそれだけでこう気持ちが持っていかれて時間もかかりますからもうそういう用意もですね今日のうちにしておいてください。 もう試験当日は力を出し切るだけですからもう普段通りにやってください。で難しい問題があったあ,あしたらみんな難しいんです。ですからもう自分だけが難しいんじゃないよみんなわかんないよということですよね。もうそれを必ず考えてくださいね。もうどうしても試験会場だとこれ自分だけじゃないかあこんな難しいのは浮かんないんじゃないかなんて思ったらもう浮かんなくなっちゃいますからもうみんな難しいんだそういう気持ちで次に進んでください。でで問問題は卓一だけで言っても70問あります午前3 35も午後35もありますからあ一つ難しい問題があるよってつまずいてるともう心理的にそういう気持ちになるだけではなくて時間が切迫してしまいますからもう普段の模擬テストであればパッパパッパと進むでそのようなノリでやってくださいねどうしても本試験会場だと緊張しちゃっていつも以上に時間かかってしまいますからいつもの通りに解いていくといつもの通りにやっていくそのようなことを肝に銘じていただければと思います。普、え、普、ー、普段段段と違って卓越から解くととととと違違違っっててかかかかららら解解くくうことはやらない ということは重要です。えとにかく、えー、本試験は模擬テストのように言い古された言葉ではありますが真実です、えー、普段のように力を出してください、えー、今まで勉強してきたこと、えー、これを活かせば合格できますから、ぜひ力を出し切ってきてください。えー、それででは最後の、えー、試験です、えー。頑張ってきてください。ね。